おはようございます。おはようございます。テンション高くラジオをやろうっていう寝起ききつ遅いんだよ。テンション高くラジオをやろうっていう話だったじゃん、はいはい、そうだよ。我々そうだよ。寝起ききつ何気をきつって言うとき叩くの私のことそうなんよ。昨日の夜ね、話してたからね、我々のラジオはもうテンション高くやろうって。やっぱ入りが必要なんじゃない。いいって。なでしかと種みたいな。そういうやつ。ああ、なるほどね。どうしようかな。どうせならそんな、なんかないのかな。我々といえばなんだ。やっぱ、こっからこういうふうに入ってくる感じで。え、なに、ひょこって出る感じってこと。それとも。こんな感じにするから。なでしかと？タヌキのドキドキラジオ。なんだドキドキラジオって。いっちゃいたかった。こっちないよ。あ、今痛い。今も束になってたんだけど。あ、疲れた。というわけで、はい、このラジオでは、はい、ドキドキする視聴者さんの、お便りを。ちょっとそれさ、私がドキドキするお便りを選定しなきゃいけないってことだよね。ドキドキしてなくても大丈夫です。ドキドキしなくても大丈夫。はいはい。はい、ちょっとテンション上がってきたね。上がってきた。寝起きからテンション上がってきたわ。やっぱ入り大事ですね。入り大事だよ。スイッチ入るからね。うん、スイッチ入るから、うん、ちょっとね、用意してきてるからね。そう、サングラスもね、本当はこうやってスタートしようとしたんだけど誰かわかんねえと思って。確かに。いや、わかるでしょ。わかる。わからなくはないだろ。私の可愛い顔が見えないからさ。はい、まあ、それはいいとして、はい、それではですね、はい、うん、まあでもいきなりお便りにね入っちゃうのもあれなんで。はいはいはい、そうだね。なんか、うん、どう最近みんなと、みんなと結局どう最近って話からスタートしてない？確かに毎回そうだよね。でしょ？それはそうだわ。逆に最近だな。私はさ、なんか、まあ、この間もちょろっとラジオで話したけど、はい、引っ越したばっかだから、その結構なんだろう、似たような日々を送ってるわけですよ。その仕事して、その引っ越しの準備をしての繰り返しだから、はい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 、出かけることもなくて、はい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 、そう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 、だから結構ね、移り映えしない。移り映え、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 変わり映えしない、変わり映えしない。あー、まあそれで言うと僕も同じ感じよ。ダメじゃん。なんか全然映えない、うん、映えてるのは TikTok だけで現実は違わない。じゃあちょっとそう、あの TikTok の話をちょろっとすると、あのすごいよ今僕らの TikTok。 いや、すごいよね。あのね、ワンチャンいくつかもう100万また達成しそうな動画、人のやつありますよね。何本かあって、うん、多分もう時間の問題で、うん、でなおかつちょっと海外は無理だろうなって思ってた部分はあったけど、なんと、うん、ちょっと届いてた海外に。ありがたいことにね、韓国と、うん、あとちょっと読めないなんか、あ、名前名前名前あれ何語なんだろうね。アラビア、アラビア語、アラビアかな、もうこういうミミズみたいな。そう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 、それはアラビア語だね。そう、そっち県内ちょっと届いてて、うん、これねすごいことだわ。普通にシンプルに日本語喋ってない系の動画、ちょっと喋ってるんだけど、喋ってるんだ、喋ってるんだけど、ただ言語がなくても楽しめる動画っていう意味で、はいはいはい、そう、そういうところにも届いてたりしてて、すごい。これは海外進出、そう、さすがなでしこと思って。あ、バカ天才よ、バカ天才ってツイッターで、バカ天才、バカ余分なのよね、あれね、本当によっ、バカ天才バカ天才なんですけれどもね、バカ天才だから。え、ちなみに自分のその好き、うん、今まで撮ってきた TikTok の動画の中で、うん、好きなやつ1個あげるとしたら、うん、一番好きな動画で言えば、私ね、アーニャメイク好きなの。いやー、それ言おうと思ったら、ちょっとあのね、あれは私自身がそもそもたぬきには言ってなかったのよ、あれを撮るよっていうことは明確な、うん、そう、こういう感じするよまでは言ってなくて、はい、私はただ頭の中でああいう映像、ああいう動画をこういう構成で撮ろうっていうのが頭の中でできてて、はい、でその通りにそのよりたぬきの顔が面白くなるようなメイクの仕方をして撮ってたの、あれ。はいはいはい。でその編集してる時に、あ、この動画面白いって思って、いや、面白かった。そう、アーニャメイクなんかめっちゃバズってんなみたいな。そう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 、まさかあそこまでバズるとは思ってなかったんだけど、ただあれは普通に私面白いものだと思って言われたわ。
同じアーニャメイク今ひなたが一番好きかもしれない。アーニャメイクは面白いと思う、あの動画は。他なんかあったっけな、何か。あとドッチシリーズとか、あの対戦ボトルフリップ対戦とか。あ、やっぱりあれだわ、あの4人で、あ、あの青春の動画。青春だ、あれ青春だね。あれはしんどかったけど楽しかった。え、何時間やってた。2時間ぐらいやった。2時間ちょい普通にやってたよね。あれバグだったわ。あれバグだった。あれサブちゃんにあげて、あげようかな。上がってんじゃなかったっけ、なんか。あれ未公開のやつなんか上がってなかったっけ。上がってない。上がってないか。上がってない。夢か。夢それは夢だわ。なんだっけ、上がってないか。夢か。上がってないから。ツイッターでも上がってない。ツイッターでも上げてない。夢か。夢だね。現実かかってたんちゃう。あ、そっかそっか。あ、そう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 。あ、なんかさ、すごい関係ない話して、めちゃくちゃ。いいよ、仕方ねえな。仕方ねえ。私ね、ナルト見返してるって話したっけ。あー、司会してるね。そう、司会してる。司会してるね。大丈夫、寝てない。いや、正直眠いよ。そう、あのナルトね、見返してて、鹿丸、うん、めちゃくちゃおもろい説。あー、あー、めんどくせえめんどくせえって毎回言ってる、うん、あのキャラクター、うんうん、めんどくせえから雲になりてえみたいな。はい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 。あいつめっちゃかっこいいし面白い説。鹿丸が本領発揮してるのはもう見てるの。中忍試験が終わってなんかさバトルじゃん、うん、ガーラと、うん、でそこも終わってる、そこも見終わってる。イタチとサスケが再会したところまで見てる。あー、なるほど。そう、結構序盤。僕もあんまり覚えてない。いかんせん、うん、結構昔の話だから。そうだよな、うんうん、結構昔の話だからあれだけど、うんうん、でもやっぱなんか、あの鹿丸が開花しだすのは、うん、あの手まり戦。あー、はい、あそこかっこよかった。あれ見た見た。あそこで好きになった。あー、めんどくせーめんどくせーってずっと言ってんのが。めんどくせーけどめっちゃ頭いいっていう。めっちゃ頭いい。なんだそのギャップと思って。そう、あれすごいよね、鹿丸になれば。え、だってあの彼もさ、なんかこうすればああすればみたいなさ考えるタイプやん。あー、めんどくせーなー。ラジオ今日やめにする方法100個考えたわ。ラジオなでしこ。いや、でもラジオをやめさせる一番の手立てはなでしこ、金やるよ。金やるからやめようぜ。まあそう、そんな感じなんですよ、鹿丸はね。これが一番確率が高いんだ。そう、一番確かに高確率かもしれない。そういうキャラクターがいるんですけれども、はい、あいつがね、最強にかっこいいっていう話。今しかまろうさん、今めっちゃしかまろうし、いろいろ変わっていくと思うよ、これこの先。分かんないけど。いや、分からん。どうなんだろうね、いろんな人出てくるからね。はい、はい、じゃあラジオ読んでいきますか。お前読んで。学校嫌いさんより。ありがとうございます。読み慣れてない、まさか。いや、慣れてるよ。慣れてるよ、もう。だって私毎回読んでんだもん。あ、そうなの。やらされてるの。やらされてる毎回。いや、何もやんねえから。いや、欲しいわ。僕ちょっと遅いんで。わっと思って今。僕らの皆さん、こんにちは。チャンス、はい、私は学校に行くのが嫌なんですが、僕らの皆さんはどうでしたかとのことで。はい、私もね、学校行くのがとても嫌な部類だった。はい、嫌だった。そもそも高校嫌だった。そういう時どうしてた。行ってなかったって。サボってアニメ見てた。シンプルにね。いや、でも実際そうなんだよ。いくつかちょっと分かんない、中学なのか高校なのか分かんないけど、はい、嫌なら私だったら行かなかった。ただ親は許してはくれないよね。僕はまあ中学は普通に行ってて、高校はなんかめんどくさいなっていう、うん、いうのがあって、うん、結構ギリギリまで遅刻回数を重ねて、うん、まあ出席もまあこのぐらいだったら大丈夫だろうってぐらい欠席して、アニメ見てた。アニメ見てゲームしてた。え、それで、そんなに許されたの、その親とかには。やっぱりさ、言われるじゃん、行きなさいよって学校。はいはいはい。言われなかった。お主。いやー、知らん。どういうこと、どういうこと。言われてたかもしれないけど、うん、程よくサボってた。程よく、あ、サボり、全サボりじゃない。それが一
番ワンチャンいい説ない。程よくサボってた。サボりすぎるとさ、めちゃくちゃ言われるしさ、先生にもさ、なんかわーって言われるやん、うん、でも程よくだったら、うん、まあまあ、まあ、たまにはみたいな。そう、それバランス結構重要だね。まああとね、結局のところ、うん、うち校則マジないから、高校の校則が、はい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 、来なくても別にいいのよね。いやまあ最低限のなんか、LINE は ないといけないのかもしれないけど、うん、来なくても、うん、なんで来ないんだよって怒られないというか、テストで点数通りゃ別に何でもいいですよ。マジ、うん、何その学校、うん、えもうすご、うん、学力至上主義、うん、学力っていうか、うん、今なんか実力至上主義というか、すごいかっこいいね、そんな感じだから、うん、そんなになんか参加してないから怒られるとかもあんまなくて、うん、その代わりちゃんとテストで点数取りゃいいよみたいな、なんかすごっ、そんな感じではあった。まあでもテストもギリギリだけどね。ダメじゃん。いやギリギリダメじゃん、ギリギリいった、うん、いやだから、うん、もうなんかとことんサボるんだったら、うん、テストもコスパよく40番中35番ぐらいになるのを目標にして、はい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 、極力やらない方針でいこうみたいな、うん、いう感じでいた。それすごいね。普通にシンプルになんかすごいなって思う。まあ私はそもそも成績はねよろしくなかったから、はいはい、まあ順位でいうところの、うん、ケツに近い無礼な人間だったから。ケツだったでしょ、下には下がいた。いやどうだったか覚えてない。ぶっちゃけ覚えてない。でもリアルリアル覚えてなくて、はいはい、まあ、多分一番ケツの時もあったとは思う、うんうんうん、あるいはそもそも除外されてたか、うん、あったけど、除外されてた除外されてたかってやばい、除外とか出てなかったとか、はいはいはい、あったとは思うけど、それキープできるのすごいわ。ある意味しかまるかもしれない。めんどくせえっつって、めんどくせえめんどくせえっつって、ちょうどギリギリを取ってやるぜみたいな。 それバランスいいよね。だからもし本当に学校が嫌だったら、あれからいい成績取って、うん、ほどよくやつ、コスパよく。そう、いやまあでもね、まあでも言うてそんなコスパよくっていうね、うん、うまい感じにはやれてはいなかったよ、実際のところ。実際のところ、実際のところ。じゃあやっぱね、うん、行った方がメンタルは落ち着く気がする。あー、え、学校にちゃんと行った方が、あ、なんだかんだなんやかんや、そうでもない。私はもうとにかく嫌やった。とにかく嫌やったから行かんかった。ああ、トイレにこもってた、まあ、何こもってた、家の、いや家のあっげえなみたいな、出ろよ、家のトイレから出てこなかったから。まあでもそうだよな、行かないは行かないで、行かないと開放的な気分だった。あ、行かなかった、休めたらとか、行かなかったらもうそんなふうふうふうって感じなんだ。感じだった、私は当時。そう、ルンルンでスキップして遊びに行こう遊びに来てー、すげえな、すげえ典型的な、 そこに罪悪感みたいなのが存在しなかった。全くなかったね。全くなかった。あの、今思えばあるよ、うん、今思えばある。大人になってから、なんなら行けばよかったすら思ってるのよ、はいはいはい、学校にちゃんと勉強すればよかったとか、ああすればよかったってのあるけど、はいはい、当時はさ、何にも知らんわけやん、将来のことも何も考えてないわけだから、うん、もう出かける時何にも罪悪感ぶっ飛ばなかった。何も考えずに、あ、行けいやそれは羨ましいな、それはそれで。そう、なんか本当になんか精神的に、あの、未発達だったと思う、とても。ああ、あの、自分で客観視して、昔過去の自分をね、はいはいはい。だからこのお便りくれてる人は、なんだろう、行きたくないけど、あの、行ってるのと思うのよ多分、はいはいはい、そういう意味では精神年齢高いんだろうなと思う。ああ、ちゃんとそれで分かってるから、自分で自分のことを。なるほどね。そう、私は多分そんなことすら思わずに、えってて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 だから小学生、幼稚園生、幼稚園、もうちょっとしたらじゃないの、もっとバブ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 、動物やと思う、本当に。ああ、なるほどね。本当に本能的に活動してたから、だからもう、あの、近丸になるのが一番いいと思う。コスパよく生きよう、コスパよく生きよう、コスパよくできるんやったらだけどね。まあでも無理しすぎは良くないと思うから、まあ、適度に休んで、あるいはなんか音楽聴いたりさ、なんかテンション上がるアニメ見たりとか、より自分を鼓舞できる何かあれば、それを見て学校に行くとか、はい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 、こまめに休憩するとかっていうのが一番なんだかんだバランスがいい。これが極論、確かに、これが極論、本当に。
しかもなるのは難しいし。確かに。まあその結果我々今があるしね。そうだね。なんかいろいろ経験して、まあ一人で考えるよりかは、まあ、まあ相談できる人いたら、ね、確かにね、大人の誰かに相談したりとか、もし本当に不安だったらたぬきくんに DM 送るとか。え、勘弁してくれ。どうすればいいですかって聞かれても困るよ。勘弁してくれ。まあとかね、愚痴とかだったらね、そうね、たぬきくんに DM ください。はい。じゃあテンション高く読んでくれ。わかった。僕らのしか勝たんさんより。そういうテイスト。テンションの上げ方。田中なんでワードダフルで言ってみる。あ、いいよ。田中な。皆さんこんにちは。あ、じゃあ。いつも拝見させて。なんかかわいそうじゃない、この人がこういう感じで来てんのかなってなんか。いやいやいや、気づな。いつも拝見させていただいてます。僕は友達はたくさんいるのですが、とても一人が好きです。たくさんの人といると気を使わないといけなくてとても疲れます。皆さんはみんなでいるのと一人でいるのどっちが好きですか？長文失礼しましたとのことです。ありがとうございます。それではこの質問にお答えします。友達と一緒にいない方が楽ってことかい？まあ友達と、まあ、気使わなきゃいけないのが疲れちゃうらしい。わかるよ。で、一人が好きらしいです。わかるよ。声高めで話してみる。わかるよ。声、まあ、そうだね。え、まあ、実際、我々二人も一人派じゃん。そうでもない。あんたそれで時と場合による。でも気使うの苦手じゃん。気使うの苦手。めっちゃ苦手。めっちゃ苦手だから。あ、じゃあいっちゃんたち悪いパターンだ。気使うの苦手だけ一人寂しいよって。そうそうそう。でもあんたもそうや。そうだわ。同じ属性なのよここ多分。そうだわ。そうだったわ。そう。だからなんか我々ってさ、多分お互いがお互いさ気使わなくてさ、うん、お互いがお互い何かに熱中するときってお互いがお互い幽霊になってるの分かる？分かる。あの、存在してないわ。なんか存在してないんだけど一応いるみたいな、うん、そのたまにふとしたときにねえみたいな感じや、うん、うん、そういう相手がいた方がいい。あまり干渉しすぎないし、そう、でも干渉するときはめっちゃ干渉するみたいな。めっちゃ干渉するときは干渉するし、 そのなんか自分が人と誰かと話したいって思うときに構ってくれる人みたいな。ああ、そう、一番バランスよくね、それ。確かにね、確かにね。そう、なんかでもまあでもどうなんだろうね、一人が好きって言ってるんだよな。気使わなきゃいけない。まあどっちが好きかって言われたらやっぱり、え、どっちなんだろう我々。え、一人か二人、うん、二人の方がいいのか。でも二人で気使わない人だったらいいんじゃないの。気使わないから、人によるってことだ。たくさんいて気を使うのが面倒いみたいな感じだから、うんうんうん、二人ぐらいがちょうどいいかもしれないよね。本当に、まあでもね、本当に一人もね、結構最近ね、うん、ありだなって思ってきちゃってて、うんうん、一人旅行そろそろ行こうかなって思ってんですよ、うんうんうん、勝手に、うん、で一人でパソコンカタカタしながら、うん、ちょっと優雅にみたいな。そう、めっちゃわかるけど、うん、で絶対その時じゃ私に LINE してくんだよ。電話する可能性もある。誰かに。絶対そうだよね。で私もそうなんよ。で一人いいなって思うのよ、うん、その引っ越してから特になんかもうバーって仕事をして、はい、もうめちゃくちゃ集中してる時にふとなんか新しい空間だからさ、やっぱ引っ越したばっかだから、うん、なんかああ一人っていいなって、集中しながら一人っていいなって思うけど、ふとした時にちょっとかけてみようみたいな。はい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 、はい、あるいは友達家に呼ぶとか、どっちパターンかだよね。本当に一人がいいっていうパターンもあるかもしれないしね。そう、なんか自分のさ、そのテンションによらん。あー、はいはいはい、今一人だわみたいな。そう、今一人テンションと誰かといたいテンション。あー、わがままですね。これはちょっと大人数のグループに属すな、厳しいですね。いやー、ほんとにね、大人数めっちゃ苦手ないよ私。だってもうほんとに気使えんから。だってそのね、なでしこ親衛隊みたいなグループじゃないと、もう無理だ、無理だと思う、ほんとに。私の
そう、私急にスイッチオフになるから、うん、うわーってこうやってうわーって言ってくってなる時あるからあれみたいな周りあるから。いやでも分かる、なんかうわーっていうの40分ぐらいしか続かなくない？そうそうそう、なんか継続するのは無理ない。一回マジで強制シャットダウン入る、一旦一旦一旦入るのは分かる。なんかうわーってなってちょってなってまた再起動されてうわーってなるみたいな、うん、あるから。どうしようね、グループとかは苦手、マンツー特化型、特化型マンツーだね完全に。いやでもそれはかんない、なんかね遊んでる、なんかグループで遊びに行くのもなんかよく1時間ぐらいが限界なんじゃないか説が最近出てきてて、お1時間以上グループでいると、うん、1人のなんか自分の世界に入り始めてる節がある。あーその例えば4人だったらその残りの3人がわーってやってて1人でいきなりスンスンなんかみたいな、なんか考え事し始めたりとか、あー勝手にしてる気がする。あれだよね多分大人数だとその最悪さ自分がそのオフになってても成立するわけや、その会話が。そうだからそれだといいや大丈夫だ安心しちゃうんだよね。それはある、安心しきっちゃう。それはある、その私がいなくてもその盛り上がるし大丈夫だみたいな、うん、なんか変に安心しちゃうから、特に信頼してる相手だとなおさら、うんうん、安心しきっちゃうから、そう、そこで気使うのもあれだし、まあ、オフになって一人になるかとか多いな確かに。あとねもう一つこれはね僕の性格なんだけど、うん、あれだわ、逆張りしたがっちゃう。逆張りって何？要は、うん、みんながやることと違うことやりたくなっちゃう。あみんなと同じが嫌だ。はい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 、はい、えそれは遊びでもってこと？なんかみんながなんかこういう風にバーって行ったら一人別のところにブラブラしに行くみたいなことを割としちゃうかもしれない、うん、はいはいはい。えそれはグループで例えばじゃあ旅行行きましたって時も、うん、ってこと？なんかみんなで旅行にバーってやってる時に、うん、まあそこのその感じ的な役割とか何もなかったら、うん、ちょっとなんかフラフラそっちを見たりあっちを見たりとかして、はい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 、あ決まったみたいな、ああ、うん、じゃあ行くみたいな、なんか、はい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 、そういう動きを結構しちゃうかもしれない。まあ周りからしたら、まあ、慣れてる人だったらいいけどさ、うん、慣れてない人だったらこうあの人一人はぶられてるのかなってなりそうだよね。あそう、うん、いやなんかそっちの方がいいってなっちゃうんだよね。あーなんかそううんそうごめん分かっちゃうわ。分かっちゃうでしょ。分かっちゃうダメだ、なんかそう分かっちゃうわ。分かっちゃうでしょ。そうそれそうなんだよな。なんかここで普通だったらこうだよねとか言いたいところだけど、うん、分かっちゃうわ。いやら、うん、そのみんなと同じことをあんましたくないんだよね。あーなんかそう分かる。最近さらに気づいたんだけど、結婚とかもみんな結婚するじゃん、うん、誰したくないって思っちゃうのかなとかふと思ったりしてて。それは分からんけど願望はないな。なんか同じく、なんか逆に逆張りで行きたいみたいな気持ちが、なんか将来不安になってくるマジ将来。いや確かにね、将来本当になんかみんな孫に見取られたいって言ってるのか、俺は一人で死ぬって言っちゃう。孫に見取られたい、まあ孫に見取られたい、まあ確かに、まあまあこれ極論だけど、でも、うん、その老人ホームに入りたいとか絶対思わない。絶対嫌だ。今ちょっとよ想像してみたの今、うん、タヌキが老後じゃあ90、100ぐらいまで生きたとしよう君が、はいはいはい、でもうヨボヨボで腰も痛めてもうううううってなってて、でもなんかそのやっぱりタヌキだからわしゃまだ元気じゃーってずっと言ってこっちへぶん回してなんか老人ホームにも入らないからなって言ってずっとなんかもうこれだから若者はって言ってる、なんか絵面がちょっと見えちゃった頑固じじい。その時は看病してる。いや絶対リアル、絶対厄介だもん、絶対いや、あんたもいや頑固ババアになってるよ私は多分万年ファンキーババアになってると思う、はい、あのピンクのなんかビッチみたいなちょっとへそ出してなんかもう金髪にしてウォーとか言ってそう二人でそのキャラやばいでしょ、キャラ強すぎるでしょもうファンキーのおばあちゃんになってその気はするんだよね、インスタグラマーじゃあ言うてファンキーババアに看病してもらおうかな
叩かれるよ、ずっと。あったるせんねーって。やばい、でもそうなの、やばいかもしれない。そうなんだ、老後がピンチかもしれません。僕はこのままだと逆境を好んでしまったがゆえだよね、本当に。そう、いや、わかるわかる。そうなの。そうだから、なんか多分楽な道を選ぼうと思えばいくらでも選べるのよ。うん、でも我々は逆方向、逆方向に行くからね。本当にあるあるなんだよ。そうだと思います。そうと思います。何でしたっけ。そうそう、思った。今マジで思った。何の話してんだっけ。一人でいいと思うよ。うん、いやもう一人でいいと思う。で、我々は多分一人も二人も三人も四人も好き、もうその時の気分だよね。そうですね、本当に。そうですね、うん、あと気を使いすぎるとね、気疲れするんで、程よく一人の時間を作ってください。そうだと思います。って感じですかね、今日。だって結構撮ったんじゃない、何分撮ったよ。だって確かにな、一人がいいって言ってるのにグループやってるから不思議なもんよな。いや、ほんまに。でもさ、その我々の場合はさ、なんかちゃんと一人の時間を取るやん。まあ確かに。そう、程よいじゃん、距離感が我々の。確かに。めっちゃはしゃぐ時、うえーってやるけど、えーって言って、そっってなって、えーってなって、そっってなって。はい。そっ、というわけで、はい。なでしことたぬきのドキドキラジオでした。忘れてた。なんてドキドキ。ドキドキしましたか。ドキドキしたかな、うん、なんかドキドキ。ファンキードキドキラジオ。ファンキー追加された。そう。ファンキーババアとファンキー、老害じじい。老害じじいじゃね。誰が老害じじい。はい、というわけで、はい、まあ、これラストだったわけだよね。あ、そうだ、そう、そうだ、二人ラジオの。マジで忘れてた。ラストをまさかのこの形で締めくくるという。やばすぎるでしょ。こういうことするとサムネにされるよ。びっくりした。はいはいはい。そうね、どうだった、それぞれさ、こう二人組でやってきたわけじゃん、おのおの、うん、全員と。どうだった、私とのラジオ。テンション上げるの大変だったわ。いや、わかる、はい、ちょっとテンションっていうのは上がってる時には上がってる。そう、無理やり上げるもんじゃないんだよ今ね、まだね、寝起き。今無理やり上がった節はある。上がった節はある。上がった、まあでも楽しかったよ。ちょっとふわっとしすぎじゃない。楽しかった、小学生の文章。まあでも、うん、感動したよ。感動した。待って、何がなでしことね、うん、待って、はい、いやもう長いから、うん、もう、はい、もう終わります。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 うん、まあ、楽しかったよ。楽しかった。どうもありがとう。はい、ありがとうございました。締めが緩いんよ。